つ思うのが、今の子たちの感覚として目立ちたいとかじゃなくて痛いと思われたくないって思ってる子がすごく多いなっていうのを感じていて、だからファッションとかもそうだっていう話をこの間聞いて、ファッション誌の編集さんとかに話を聞くと、人に差をつけるコーディネートじゃなくって、人に変と思われない、人に痛いって思われないファッションが知りたいっていうことで雑誌を買うらしいんですよね。それと本当に同じ感覚で、こういう意見を言ったら人に痛いって思われるんじゃないかとか、そういうのが結構そのネットとか見てても蔓延してるなっていうのを感じるので、痛いと思われたらダメっていうのも、それだとまあ相当やりたいことの芽は摘んじゃうのかなっていうふうには思っていて、例えば中二病ってすごいバカにされるじゃないですか。でも中二病を突き詰めると、とんでもないいい絵画になったり、すごくいい作品、ゲームだったり音楽だったりなるわけですよね。なので最初その中二病、自分の中二病な部分をもう痛いと思われるからやめようって思っちゃったりすると、それはすごくもったいないなとか、ちょっと奇抜なファッションでも、なんか奇抜な考え方でもいいんですけど、あんまりその周りに合わせるってことを言うほど意識しなくていいのかなっていうのはちょっと思います。周りに合わせ出すとどういう風になるかってなる、言うと人をバカにしだすんですよね。車に構えてしまうというか、その状況ってとってもよろしくなくって、そうなると本当もう押し殺すだけの人生になってしまうので、自己顕示欲をなんか素直に認めることと、あとはなんか全てに対してこう否定的な目で見るっていうよりは、ちゃんと全部楽しそうなことは楽しいって心でちゃんと認めればよかったとか、なんか認める気持ちと自己顕示欲を素直に認める、なんかそこかななんて思います。